よ。どうも、本能の小物釣り師です。今回はヘラブナ釣り、東照温泉釣り堀という場所です。東照とは日光東照宮の東照と書く通り、日光市にある、珍しいヘラ専門の釣り堀です。温泉とは、東照温泉という温泉を、この左側の茶色い建物が、温泉施設、まあ要するにお風呂屋さんで、このお風呂屋さんが経営している釣り堀、のようです。魚も温泉で育ててるのでしょうか。まあいずれにせよ行ってみたいと思います。完全な初見です。それで、侵入禁止となっておりますが、釣り堀の店員さんというか、温泉屋さんの店員さんに朝一聞いてみたら、こちらから車でも回って入っていいというそうところなそうですので、まあ、こちら今歩いてますが、実際にはこのルートを車で回って池まで行っていいそうです。池は左側青い建物の裏側が広い池になっておりました。こちらで釣りをやっていきたいと思います。釣り料金は、釣りだけだと2000円、温泉もつけると2500円と、お得になっているようです。釣りを始めるときは、まあ、温泉の風呂の受付が料金上ではなくて、朝から釣りをしていると、釣り堀の係員さんが回ってきて、料金を徴収するということだそうです。池がだいぶ見えてきましたね。青いところが受付に見えますが、少なくとも朝一の間は誰もいませんでした。ずっと誰もいなかったような気がします。実はこの日、この釣り堀、完全に一人で貸し切り状態でした。まあ平日だっていうのもあるかもしれませんが、まあ穴場というか周りに他のヘラ池がないので、まあヘラブナ釣りの場所としてはちょっとマニアックかもしれません。その割には結構施設が整っておりまして、岸寄りにこう桟橋が、青い桟橋がしっかりしていまして、さらにすのこも人数分置いてあるみたいです。結構しっかりした施設として、まあ、とっても釣りやすい釣り堀でした。もう少し歩いて行ってみましょう。で、釣り座がどこがいいのかは、まあ、ちょっと私には初見なのでわからないので、どこかでやってみようかと思いますが、来た時にあれですね、水深の表をもらいました。まあ、だいたい3メーターぐらい、差をした3メーターぐらい、深いところは6メーターぐらいあるそうです。トイレも正面完備されております。まあこの辺でやってみましょう。さて釣れるでしょうか。さて、釣り方ですが、まず、ローカルルールは特にないようです。関東ヘラブナ釣りの範疇であれば、竿の長さ、棚、餌の種類、どれも自由だそうです。今回私は、竿が9尺、棚は浅棚でやってみます。メーター前後ぐらいで様子を見て、まあ、あわよくばかっつけまで呼べたらいいなと思っておりました。餌はガッテン3、カルネバ1、水1のいつもの両団子でやっているところです。まあ、いつものとは言いつつも、管理釣り場でのヘラブナ釣り1年ぶり2年ぶりですので、まあ、この両団子久しぶりにやってどうかというか、まあ、久しぶりにガッテン使えるので、とても楽しみではあります。ここまでの状況ですが、開始から今10分ぐらいですけども、すで、に浮きはよく動いてます。まあ、さすが管理釣り場、魚はいっぱいいます。まあ、一人だからというのもあるのかもしれないですが、まあ、この感じだったら人数が多くても釣れるのかもしれないです。まあ、まずは1匹目をかけましょう。よー。
両団子はちょっと不調でした。1時間やって2枚なので、まあこれは不調ですね。というわけで餌を変えます。片方をグルテンにして、なんちゃってバラグルにします。団子餌の方は同じく両団子のそのままのものです。それでグルテンですが、団子と一緒に落ちるぐらいの軽めのもの、ワタグル1でカルグルが8、水3の割合にしております。まあ、ワタグルでこうまとめつつ、まあ、カルグルのバラ系を抑えて、まあ、食わせとして成立する餌にしようと、まあ、そんなことを考えました。というわけで、バラグル、なんちゃってバラグルです。バラグルもうワンシーン行きます。釣れっぷりは時速7匹ぐらいでなかなかいい感じでした。続いて、棚を提灯にした両グルです。餌の配合は前と同じです。
差を短くしました。9尺から6尺にしました。一般的には岸に近い方が魚が釣れやすいと思うので、まあ、もっと釣れるんじゃないかなと思ってやってみました。6尺、もうワンシーンいきたいと思います。それで6尺ですけども、さぞかし釣れるかと思って竿を詰めたんですが、ちょっと目論みが外れた感じになっております。9尺では、時速15匹ぐらいで釣れたのに対して、6尺だと、時速10匹ぐらい、まあもちろん釣れるんですけども、ちょっと、スピードダウンしたかなという感じがします。6尺の方がこう当たりの出方がなかなかはっきりしなくて、まあ、こんな感じのモヤモヤした動きだったり、浮きがなじまないモヤモヤした動きとか、食い上げみたいなので、なんかうまく合わせられない当たりが多かったです。まあこの動きも、まあこれも浮きが馴染んでないです。はい、6尺はまあこんな感じでした。ただまあ6尺にせよ9尺にせよ、浮き下を竿いっぱいまで伸ばしても、餌はそこにつかずに、ちょうちん釣り、ちょうちんの中釣りのちょうちん釣りのような形になるようです。まあ、そこが駆け上がりに、なっているみたいです。さて、もう一匹、まあ、今度こそ釣りたいと思います。竿は9尺に戻しました。最初の方の時速15匹とはいきませんでしたが、まあまあそれなりに数を伸ばすことはできました。まあ、そろそろ夕方になってきております。エリアルールは日没までだそうですが、まあ多分夜釣りじゃなければ OK ぐらいの話だと思います。まあ、私はそろそろ上がりベラにしようかなと思っているところです。